ちゃんも言いたかったの、うん、あららららららあらまあごめんなさい、はい、スパゲティ久しぶりじゃない？うん。おいしい。おいしいよね。もうちょっと上持った方がいいわ、箸。じゃあここは？うん。めっちゃ美味しくないんだよ。うどん、吸うの上手になったね。うん。お父さん、前はこれさ、これ交換しよって。急いでない人、行くべ。せーの。こうね。急いでない人。ピッキーマックで何か飲んでた？うん。コーヒーかな。うん。シルジム。うん。なんちゃんと同じ。あ、アイス乗ったやつ。うん、へえ。で、シルジムが温かいコーヒー。うん。美味しいんだよね。レオくんまた下に乗ってきたわ、箸。もうちょっと上持ってって。上もっと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 まだ持ってた。やっぱ短い箸でいいんじゃない？なんか母風邪、明日まで治んないわ多分。だから来週の月曜日のしゃぶ用は。1週間先送りかな、多分そうだと思ってて、うん、いけると思っていけなくなったら悲しいから多分。電気消してもらっていいですか？うん。どういうこと？ここをつけて。昨日みたいに。あ。あっちで寝たら寒いんだよ。じゃあここをつけて、そっちを消すね。うん。で、暖房の前で私がぬくぬくと。寝ていいよ。本当には寝れないけどさ、目つぶって横になってるだけでちょっと違うからさ。うん。でも治んないけどね。なんか前だったら1日2日で治った気がするんだけども。じゃあ、もう何を寝かします。いや、その時はいるけどさ、本当には寝ないけどさ。とりあえずレオをお風呂に入れて、ナナに注射して寝よう。どう、わかめスープ？うん、美味しい。美味しい、うん。
ここに最近ね、キノコとか、なんか海苔とかわかめとかいっぱい入れて食べたりしてる。じゃあわかめスープじゃない、わかめスープに具沢山、具沢山わかめスープ。キャベツの味噌汁薄くない？入れよ、大丈夫？薄くない？母昼に飲んだんだ、出来たてを。薄い？え、ミラがちょうどいいって言ったんだけどさ。ちょうどいいの？薄いって。ちょっとレオ、ミラに一口飲んでもらって。母さ、風邪ひいてるからさ、味しないのかなと思ったんだよね。もしそれ薄いんだったらさ、明日父にもあげるからさ。レオ汚い、ミラのその汁汚い。汁飲まなきゃ分かんないでしょ。いい、いい、うん、あ、そのまま父に出して大丈夫？うん、父もずっと無理で濃くてもいい。いや、やっぱり薄いんじゃん、どうしたら。母昼なんだら全然味ないなと思って。でも他のものも美味しく感じないからね、結局味わかんないのに。やだな、早く治りたい。どうったら早く治るの？いっぱい寝るのが一番だと思うよ。いっぱい寝てると思うね。しかも薬もちゃんと飲んで、なんかやらなきゃいけないこと、風邪を治すためにやらなきゃいけないことをしっかりやってる気がするんだけど。一日中寝たらいいよ。それは無理でしょ。そう考えてる。なんだろう。お正月も終わりって早いね。そしてあっという間にまた来年になるんだよ。明日の朝起きたらすっごい元気になってますように。仏様にお願いしたら？仏様ね、白番にお願いします。お願いします。もう治りたいです。明日で5日目です。でもつわりだったらもっとつらいからね。つわりって赤ちゃんお腹にできたばっかりの時さ、赤ちゃんが風邪のばい菌みたいにさ、体に良くないものだと思ってさ、風邪ひいた時みたいな症状になるんだよね。ほんとインフルエンザみたいにね。それ母の場合2ヶ月半ぐらい続くんだよね。まだ今回これ4日目でしょ。こんなんで辛いなんて言ってらんないんだけどさ。おだけね。けどお腹に赤ちゃんいるわけじゃないし。もしかしたらやるのかもよ。いませんわ。あちー、うん、でもね、キャパオーバー。キャパオーバー。もう、今でいっぱいいっぱい。一日24時間あっても足りないとか言ってるじゃん。ほら、箸横に置くんでしょ。レオ、箸横向きに置いてって。白バーがね、母もね、5人目の赤ちゃん欲しい欲しいって言ったのに、いやもう絶対4人で無理だわって言ってたんだよね。わかる。4人でいっぱいいっぱい。これでね、働かないのとか言ってくるね、たぬきさん、信じられない。どこにその余裕があるって。確かに、何時にお風呂入らせるの。ほんと、無理なこと言わないでほしいわ。じゃあ、たぬきさん、全部やってくれないかな。やってくれませんわ。役目を。もしね、みんながもっと大きくなったら、で、七ママとか一人でお風呂とか入れるようになったら全然大丈夫だけどさ、今全部やってあげなきゃいけないから無理だわ。
文房具で一番さ宝物は何なの？ヒカキンとか抜いて文房具で。メモちょっとか消しゴムとか。消しゴムの中のどれ？あ、そこまで。いや、そこまでいいよ。一番のお気に入りじゃないの？いっぱいありすぎてない。一個選べないの？二つか三つある。二つか三つだったらパン。うん、パンとあと百均で買ったやつ。ん？百均で買ったラムネみたいな。うん、それそれもそうだし、あ、四つだわ。あと何？消しゴム、スミコブラシの消しゴムの瓶に入ってます。え、あれそんなに大事なの？うん、あれ結構好きで、二番目が、うん、でも前も言ったんじゃないけど、セルジックで買ってもらったガチャガチャのやつ。その4つ、うん、ってなるじゃん、4つってなるじゃん、うん、だからみんな大人の人に好きな食べ物何って言ったらさ、いっぱいあるからさ、選べないんだと思うよ。いろんな美味しいものを知ってるから。シルジーに感謝だね、うん。なんか去年もなんだかんだ言ってさ、マヤちゃん買ってくれるんだけど、白字買ってくれたよね。で、2日目の時に別れてやったから、うん、うん、新札幌でね、うん、絶対気を取り直して。復習しましょう、レオ君。うん、学びましょう。うん、学びましょう。同じことが言われている。うん、みんな食べたいって言うんじゃなくて、後ろのところにあるから。なの、あれなの、今日も遅いね。どうしたの？はい、ただ単に足が下手くそなのか、体調悪いのか、あ、眠いのか。あれでも前もっと早かったよね。なな、大丈夫？うん。前はさ口つけて食べたけど、口つけないで食べてるから食べるの難しいのかもしれない。そっか、寝てんのか。今寝てたからね。うん、いや、ナナとかモモ幼稚園行ったらああなるよ。母が夕飯作ってる間にね、そこで寝ちゃって大変だ。帰ってきたらすぐお風呂だね、寝る前に。ねえねえ母、もしかしたらさ、あのオレンジコースに帰ってこられないかも。なんで？ん？分かんなくて。いや、レオがちゃんと連れてくるし、乗ったら必ず全員の名前呼んでチェックするから。お迎えの人も全部書いてあるの、当たり前でしょ。置いてきたからも。逆に間違って乗っちゃう時ある。今日お迎えだったのにバス乗っちゃって、お母さん幼稚園に迎えに来たのにバス乗ってるからいないみたいな時はたまに失敗しちゃう時あるけど。レオの時はあった？じゃないけどさ、レオの前がその前に来るからね、その母が。ここにぶら下がっていく。水だ。イエス。うわぁ、あれ、またどっか行っちゃった。でもこれいつもと味違う？うん、同じ？ちょっと違うな。どっちが好き？いつもの？こっち好き？本当？なんか
7が心配だな。次7行ったりして、そして最後見ない。いや、最後父。父はもうイングルでしょ。てか、みんなと会ってないから、次に移ったら逆になんででしょ。みんなと全然会ってないでしょ。もし2月になって13日もしお店出したらいいな。いや、それってあれじゃないの、成績通知表なんかバツになっちゃうんじゃないね。頑張りましょうみたいになっちゃうんじゃない。2月にまたプレスター行けるって嬉しいね。1月だったらいいのに。1月はだってもういっぱいお金使ってもらってるでしょ。今日だって行ったんでしょ。3000円は使ってもらった。ガチャガチャもやってすごいね。絵日記書かないと明日。うん、楽しい楽しい日記です。何下書きも上書きもあり。何について書くの。1日のこと、2日のこと、あ、2日ないか、3日のこと、うんうん、どうしよう。3日かな。そうだから、みんなでカレー餃子を食べてるで。いや、それはな、並んでたの。みんなカウンターでしょ、並んで座ったのみんな。ドイジはヒッキー、レオ、マヤちゃん、違う、白ジー、白ジー、レオの隣、白ジー、違う、白ジー、ヒッキー、うん、レオ、マヤちゃん、うん、私、うん、ナオちゃん。ウケるんだけど、カウンターとか言って椅子高くなかった。大丈夫だった。うん、高くなかった。もしそこに7問置いてたら絶対食べれなかったよね。危ない。レオ未来だから行けたけど。何の食べないの。なんで口つけて汁飲んだら。先に箸置いといて。うん、なんか変な声してる。高い声と何だ、熱出したりしてる。具合悪い時さ、声高くするよね。いうこと。なんか残したこと今まで人生ないと思うんだけど、ちゃんと話しなさい。これやばいよ。一大事だ。なんかちゃんとやってないし、鼻いっぱいついてる。じゃあもう一枚ちゃんと見て。なんかちゃんと噛みなさい。それ置いといて。これ7やばいわ。救急搬送しないと。最後きれいに拭いて。もう一枚あるでしょ。新しいのできれいに拭いて。
んでたってこと？いや。え、じゃあなんでそこしか空いてなかった？その席しかないってこと？カウンター席しかないってこと？やっぱね、丸くはなってたけど。だからカウンターしかないでしょ、うん、そういう、こういうテーブルみたいなのはないってことか、うん、あ、なるほどね。で、真ん中にお店屋さんがいるんだ。あー、はいはい。真ん中？そうじゃない。こういう風にさ、あのテーブルがあって、中でお店の人がなんか配ったりしてくれて。違う。あ、違うの？うん、うん、ここら辺にカウンターの席、あの食べる席、食べる席で、こっちになんかこの分とがあって、食べる席があって、こっちも食べる席。全然わかんないわ。いいです。こっちの方に。いいです、わかんないか。でさ、でもそういうこういう席はないんでしょ。全部細長いこう横並ぶんじゃない。でね、カウン、うん、お金会計するところは全然なくて。え、会計するところはないって。あ、ないから、あの、あの机の、の前にみたいな。だから中にいるんじゃないの？違うの、うん、牛丼屋さんとは違うんだ。母吉野家の牛丼行ったら、そういう風にこうなってて、中にお店屋さん、外側にみんな座る。これとは違うんだね。母はこういったことないから分かんない。私も初かな。ですよね。でもあそこで食べたの一回しかない。あの、違う店だけど、たぬき麹。じゃあもう避けるもんだ。あ、避けるね。ありますけど、食べますか。食べさせていただく。ね、そのさ、カレー餃子にもさ、餃子のタレついてくるの？小皿みたいなのとか、タレ用のないんだ。なおちゃんカレー、カツカレー食べたとか聞いて受けたんだね。うん、そうだよ。大盛りカツカレー餃子カレーじゃない。あ、餃子としてる。餃子お皿についてるでしょ。うん、減ると餃子のコーナープラス、あなたたちが残したカレー、うん、汚かったんじゃないの。よくなおちゃん食べてくれたね。なんで未来だけ仲間外れにするわけないでしょ。突破ファイルっていつだっけ。皆さん、またお腹の薬を飲んでおきましょう。レオちゃん、これ飲みましょう。未来にも渡して。でも喉痛いの少し良くなってきたかな。我慢できないほどじゃない。おしりたんてい。なんで？おしりたんてい。これやつ。おしりたんてい。おしりたんてい。ナナのついたのおしりたんていにしたかったんだけどね。ナナ嫌だって。おしりたんていだって言ったくせに、歯ブラシはおしりたんていを選ぶと。ナナ。ナナに。
ママちゃん水筒のソフィアでしょ。ソフィア可愛いからって言ったから。ナナ、ナナって言ったの。ナナはね、水筒ね、カーズ、カーズ、カーズのお家と同じがいいんじゃない。とりあえずカーズ。ナナカーズ好きからナナカーズ好きから。ごちそうさまする人レオじゃなかった？買ってもらったやつ、うん、これアピールしときな。塩地に買ってもらいましたって。塩地に買ってもらいました。よかったね。あ、なんか大丈夫？悪いの？熱出てきたりして今のところはね、まあ大丈夫だけど。座ってて、今ごちそうさまする。寒い。始まった。いつも待って、すぐね、今ごちそうさまするから。こっちの仕上げしたら、あれかもよ。乗ろう。いやいやいや、あれ便秘の薬飲んでるからさ、お腹痛いのかもしれない普通に。まだ全部出てないと思う。あ、こっちは仕上げするよ。お腹痛い時ってご飯も食べれないっしょ。ちっちゃい手と大きい手。これレオくんが作った剣をつけました。折り紙で作りました。はい、白地知らないからさ。まっちゃん、いい仕上げして。ごちそうさまするから。早くごちそうさまするから。まだ苦しんでる。横こうなってますよ。もで後ろで引こう。名前は、ボトンアースとトライストリュー。トライストリュー。後ろ見せて。ん？後ろ見せて。私まだ見てない。やっぱりいつも通り。あ、こっちは寒いからまた見てすごい飛んでるもんちゃん。汚い。こっちトーチで歯磨いて。うん、そうですね。もっちゃん。ごちそうさまするから仕上げしちゃって。いちいちとってね、ももちゃん反抗期。見てこの反抗期。いつまで反抗するの？幼稚園行っても反抗するの先生。しなきゃないよね、外づらいからね。ほんと外づらいわ。しかももちゃんさっきのもがみ。かじんないで舐めてるからね、口の中ね、青いガム食べたら青くなって、赤いガム食べたら赤くなって、歯が。はい、じゃあ、レオ、ごちそうさまでした。ななこれないの？お腹痛くてこっち来れない？ん？で、そこでごちそうさましてね。じゃあ、レオ、お願いします。通してください。はい。